ダイハツは2021年11月に発売予定の新ロッキーについて公式ホームページにて一部情報を公開しました。ハイブリッドの新ロッキーダイハツは2021年11月に発売予定の新ロッキーについて公式ホームページにて一部情報を公開し、また市場予約キャンペーンを開始した。ロッキーは2019年11月の発売。取り回しの良い5ナンバーサイズと力強いデザインが特徴のコンパクト SUV。2021年11月に発表予定の新ロッキーには 100% モーターの力で走行するシリーズ式ハイブリッドシステム E スマートハイブリッドを採用。ハイブリッド用に最適化した新開発した 1.2 リットルエンジンを搭載。市場予約キャンペーン及び新ロッキーに関する情報はダイハツ公式ホームページ内のスペシャルサイトにて公開されている。